どうも、ただいま山本です。はい、現在の時刻がですね、令和2年2月23日の午後10時18分です。はい、先ほどね、動画1本上げた後、ちょっとショックのあまりずっと死んでたんですけど、起きて、さっきちょっと目覚めてね、フェブラリーステークスの動画をね、何回か見返して、ケイティ・ブレイブがね、2着に来て、嬉しかったっすね。うん、ケイティ・ブレイブ、長岡義人ジョッキー。2着。いやー、すごい感動しました。ケイティ・ブレイブは僕個人的に特に思い入れのある馬ではないんですけど、何回も見てる馬なんで、最初に見たのが2016年のジャパンダートダービーですね。はい、競泳ギアがかったジャパンダートダービーで2着に入りましたね。その時僕はね、本命ストロングバローズでしたね。対抗がゴールドドリームだったかな。その時にケイティ・ブレイブ初めて見て、それからね、僕は地方競馬大好きなんで、大井とか川崎とかいろいろ通ってるところで、毎回ケイティ・ブレイブがいてね、よく馬券買ってね、お世話になったり、お世話になってなかったりした馬で、特にファンというわけではないんですけども、そんな馬だったんですよ。でね、ドバイ行ってさ、怪我っていうか病気になってさ、もう生死をさまよってさ、ね、で、去年の秋口、浦和記念で復活したと思ったら、最近また低迷してて、東京大賞典僕見に行ったんですけど、そこでもね、いまいちでね、そんなケイティ・ブレイブがね、今回16番人気と、ね、さすがにね、舐められすぎだったね。僕は予想動画でケイティ・ブレイブ印回してないし、実際馬券もね、もうケイティ・ブレイブ1円も買ってないから、僕がこんなこと言う資格はないんですけど、あんな実績1番の馬をね、16番人気にしちゃうとかね、もう失礼ですね。ケイティ・ブレイブに失礼ですね。とはいえね、なんで来たのか本当わからない。ぶっちゃけ僕、長岡ジョッキーじゃなかったとしても、ケイティ・ブレイブは絶対印入れてないんで、府中でね、実績ない。フェブラリーステークスに2回走って6着と11着でしょ。変える要素がないんですよね。それがね、来たっていう。やっぱ作戦勝ちですかね。後ろから溜めていって、最後にね、直線勝負という陣営の作戦が見事ハマったんじゃないでしょうか。だから、いや、もう昔から知ってる馬なんで、優勝した帝王賞も見に行ったしね、あの帝王賞はすごい印象に残ってますよ。スタートでさ、ゲートに頭かなんかぶつけてさ、最後方からになってさ、で、僕はケイティ本命じゃなくて、僕その時サウンドトゥルー本命だったんだけど、ボンレス高島ってやつがね、友達にいるんだけど、そいつがケイティ本命にしててさ、スタートで出遅れてさ、うわー終わったーとかって叫んだと思ったら、最後の直線ものすごい勢いで追い込んできて、あの帝王賞はね、すごい印象に残ってますね。あれ、大学の友達と一緒に行ったかな、あれ。そんな感じでね、あと、長岡ジョッキーね、何よりも皆さんが思ってると思えば。やっぱね、ああいう大舞台で初めての G1 の舞台でさ、すごい平常心で臨めるっていうのもすごいし、あとやっぱり、なんだろうな、やっぱさ、見てくれてる人いるんだよね、やっぱ。そのさ、周りから特に評価はまだされてなくて、声かかってなかったとしても、やっぱ地道にコツコツやってれば、声かけてくれる人いるっていうか、その見てくれる人やっぱいるんですよね。だから、なんでそこら辺僕も見習いたいなって思ったし、26歳でしょ、僕と1個しか違わないんで、やっぱすごいなって思いましたね。僕側の立場だったら、もう腐って適当にやってると思うから、適当にね、仕事こなしてると思うから、やっぱ僕もちょっと、ちょっと反省しましたね。自分も、腐らずに一生懸命コツコツやってたら誰かしら見ててもらえるのかなって思って、僕も、頑張って生きようって思いましたね。やっぱ、そうで、僕神様とか特に信じてないんですけど、やっぱ、チャンスを与えてくれるんですね、ちゃんと神様はね。それをしっかりとさ、ものにするっていうか、優勝はしてないんだけど、2着でね。オーナーさんもさ、すごいよね、ほんと。普通、オーナーさん、勝ちたいに決まってんだよ。勝ちたいに決まってるんだよ。なのにさ、もう G1、3勝もしてる馬だよ。
それをさ、出迎える時に2着だからもう勝ったも同然だって、滝本オーナーでしたっけ。やっぱああいう太っ腹のオーナーがいるとやっぱ競馬界も盛り上がるし、だって盛り上がったでしょうね。やっぱ長岡さんが乗って、長岡ジョッキー乗って2着に来て、うん、まあ馬券的にはふざけんなって人多いかもしれないけど、僕はいいなって思いました。うん、今年はね、こういうのありますね。あの原田ジョッキー、新山記念でプリンスリターン2着の原田ジョッキーとか、うん、あと去年のね、ビンと竹下ジョッキーとか、やっぱこういうジョッキーが活躍してくれるのはやっぱ応援したくなりますね、ほんと。うん、長岡ジョッキーを買ったことないんじゃないかな。あったっけな。うん、昔1回だけあった。昔1回だけあるわ。すごい覚えてる。あの、僕そうですね、ラスカル鈴鹿の最後の3区の鈴鹿アーサーっていう馬好きでたまに買ってたんですけど、それ1回長岡ジョッキー乗ってたの覚えてるな。ちょっと間違ってたらすいません。それで買った記憶があります。そんぐらいですね、ほんと。うん、まあね、まあ、僕は今回買ってないんですけど、まあでも、うん、お互いね、長岡ジョッキーも怪我から復活して、ケイティ・ブレイムもね、生死をさまよった病気から怪我から復活してきて、次がね、あのダイオライト記念登録してるみたいで、そこはどうか分かん、誰で行くのか分かんないんですけど、まあでも、まあ、誰が乗るにしてもね、KT ブレイブ今後もね、まあ、何度も復活しますね、ほんと。ダメかなと思ったらまた復活するっていう、うん、すごいっすよ。ダート馬でこういうのあんまないですからね。うん、うん、この世代の馬はね、KT ブレイブ世代のダートの、まあ、ゴールドドリームとか、ほんと応援してる馬結構いるので、今回出れなかったけど、ダノンフェイスもそうですね。うん、あと地方の活劇キトキトとか、うん、この世代まだまだ頑張ってるんでね、応援したいなと思いました。長岡ジョッキーもね、これからもね、また騎乗機会が増えたらいいですね。うん、やっぱ調教でね、普段乗ってる馬でね、だからこれ北サンブラックが黒岩ジョッキーで出るようなもんですよね。うん、いや最低人気ですよ、ね、え、昨日もさ、日経賞、未来日経賞じゃない日経賞はあれだ、天神将軍のやつ、ちょっと混ざってる最低人気で、未来への翼がね来たじゃないですか、ダイヤモンドステークスで。うん、いやこういうこともあるもんですね。うん、でこれでまた来週固く決まるんですよ。まあ、というわけで、まあ、長岡ジョッキーの騎乗良かったなという話でしたね。やっと冷静にレース全体をね、俯瞰してみることができたんで、こういうことがね、浮かびましたね。レース終わった後はね、もうこんなこと頭回んなかったんだけど、まあそんな感じで、まあいいフェブラリーステークスだったのかな。うん、よくはねえわ、よくはないんですけど、まあ良かったところもあったという話でした。うん、まあ、勝ったモザースコットについて何にも喋ってないからね、話そうと思うんだけど、あの予想動画ね、僕モザースコットボロクソに言ってたんで謝ります、すいませんでした。はい、じゃあ